アーティストとヘアアーティストのコラボレーションによるショーをお送りします。イノアは発売以来美容業界の第一線で活躍するカラーのプロフェッショナルイノアジャングをお迎えし、イノアの魅力を発信いただくべくセミナーやショーなど数々のイベントをご一緒しました。中でもイノア発売の際は東京大阪含め約1000人の方にご来場いただき、イノアライブを開催しました。おととしの LFF でもイノアを使った伝統と革新のショーを実施し、ご登壇いただいたイノアジャングの多彩なテクニックに大盛況に終わりました。こんにちは、バイスの浅野です。僕が担当させてもらいます、モデルのディアナさん、彼女の絵が、すごく情熱的な色味を使う絵だったので、僕も、今回ディアナさんを染めさせていただくカラーは少しこう情熱的な色味をチョイスしていきたいと思ってます。なのでイノアカラーの、レッドを中心に今日は染めていきたいと思いますので、それでは頑張っていきたいと思います。シアの坂刈りです。今回僕はゆりえさんのカラーを担当させていただきます。ゆりえさんの作品はすごい女性の柔らかさとちょっとシュールな部分があったので、可愛いピンクペールみたいな色に地毛をそのまま生かしたコントラストをつけながらっていうカラーデザインにしていきたいと思います。バイオレット前原穂高です。今回僕はエイコさんのアートのデザインにインスパイアされた海をテーマとしたカラーデザインを表現したいと思ってまして、きらめきだったりとか海のなんかこう青の深さだったりとか、あとは波の動きだったり、そういったものをカラーデザインに落とし込んでかっこいいデザイン作ってみたいと思います。情熱的なコラボレーションはまだまだ続きます。それでは第2ステージスタートです。
生中継でお届けしておりますロレアルフューチャーフォーラムイノアステージ。ただいまご覧いただいたのはバイス浅野博明さん、シア坂狩智隆さん、バイオレット前原穂高さん、以上3名のチームでした。